ハウパービラ入り口看板。ドラゴンワールド時代には写真右上部に巨大な竜の像が設置されていた。正面入り口モンジオラマの例。最遊記より孫悟空となたの戦い。ハウパービラはシンガポールに存在する庭園、テーマパークである。旧正のタイガーバームガーデンで呼ばれることもある。中国の儒教、道教、仏教や様々な伝説。 説話等をモチーフとした多数の奇妙な像とジオラマを中心に展示した施設である。ハウパービラは南高薬タイガーバームの売り上げで巨材を成したコブントラとコフミヒョウの兄弟により建設された。ホーパービラ及び小兵別所の名称はこの兄弟の名にちなんだものである。園内の像、ジオラマは地獄、極楽の様子を表したものや、西遊記や、 三海行に登場する新鮮、妖怪、随獣、24項の道徳説話の場面など、中国の精神世界を紹介したものが多い。主にコンクリートを用いて造形された像の総数は1000以上、ジオラマは150に上る。これらの像はいずれも、国際式かつ見方によってはグロデスクな造形をしており、日本の力士や自由の女神像など、 中国とは関係のない像も混在している。ところしと並べられたこれらの像によるキッチュな景観がこの庭園最大の特徴である。ハウパービラがタイガーバーアムガーデンの名でシンガポールに建設されたのは1937年のことである。1935年に完成した香港のタイガーバーアムガーデンに続く2番目の施設だった。当時シンガポールは タイガーバーム販売の拠点であり、この庭園は中国文化の紹介とともにタイガーバームの広告をも兼ねていた。太平洋戦争中、1942年のシンガポールカンックとともにタイガーバームガーデンは日本軍に接収された。その後古文表、古文虎らは相次いで亡くなり、戦中、戦後にかけて庭園は整備がなされず荒廃した状態が続いた。 1950年代後半に至り、コブントラの息子コカズトラにより再整備が進められるが、最終的にはシンガポール観光協会に売却され、小一族の手を離れた。1985年にハウパービラと解消し、さらに1990年、園内を改装し、アトラクションを廃した有料の遊園地、ドラゴンワールドとして再オープンした。 しかし経営は立ち行かず、2001年には再び無料化されて遊具も撤去され、元の庭園としての姿に戻った。古評別所の名を冠する施設は世界に3つ存在したが、2000年に香港のタイガーバームガーデンは閉鎖されており、中国福建省の古評別所は庭園ではなく、小一族に関する博物館なので、このハウパーアビラが現在観覧することのできる、 ご兄弟の唯一の庭園である。ありがとうございます。